ジューダス・プリースト。ジューダス・プリーストは、イングランド出身のヘビメタルバンド。世界的に最も知名度が高いヘビメタルグループの一つであり、21世紀も第一線で活動している。ボーカルを務めるロブ・ハルフォードは、メタルゴッドという愛称でも知られている。1969年、現在とは全く違うメンバーで結成される。KK タウニングがオーディションを受けるが、 落選。1970年、イアンヒル、KK ダウニング、ジョン・エリスで、フレートというバンドをバーミンガムで結成する。半年後、アル・アトキンスが加入。皮肉なことにアトキンスは、オリジナルジューダス、プリーストのオーディションで、KK ダウニングを落とした、超本人だった。この頃フレートは、メンバーの事故死などで、活動停止状態にあった、ジューダス。 プリーストの名前を引き継ぐ形で解明。1971年、ジョン・エリスが脱退。公認にアラン・ムーアが加入するが、年末に脱退。1972年、ジャマイカ出身のクリス・キャンベルが加入。イギリス中を回り、本格的なライブ活動を開始する。1973年、バンドの厳しい財政状況に耐えかねたアル・アトキンスが、脱退。 追うようにして、クリス・キャンベルも脱退。同年5月、イアン・ヒルノがアール・フレンド、結婚したが、後に離婚のスー・ハル・フォードの兄、ロブ・ハル・フォードが加入。ロブ・ハル・フォードの紹介で、バンド仲間であったジョン・ヒンチが加入。1974年、イギリスのマイナーレーベル、ガル・レコードと契約。しかし、契約内容は、バンド側に不利な内容であり、 バンドが受け取るギャラは1ヶ月にわずか50ポンドであったためメンバーはアルバイトをしたり生活保護を受けるなど経済的に困窮していた4月レーベル側の提案でもう一人メンバーを加えることを決定キーボーディストやホーン奏者を迎えるアイデアもあったが結局もう一人ギタリストを加えることに決定元フライングハットバンドのグレン・ティプトンが加入 KK タウニングと共にツインリードギターとなった。9月、ファーストアルバム、ロッカ・ローラでデビュー。プロデューサーは、ブラック・サバスや、バッチーとの仕事で知られるロジャー・ベイン。アルバム発表後、レコード会社の支援なしでツアーを開始。地道な活動が功を奏してツアーは、長期的なものとなった。1975年8月、ナショナル・ジャズ・ ブルースフェスティバルに出演。スタジオアルバムには未発表の曲、マザーさんを演奏した。フェスティバル後、ジョン・ヒンチが脱退。後任にアラン・ムーアが復帰。1976年3月、セカンドアルバム、運命の翼を発表。このアルバムでは、グレン・ティプトンが本格的に曲作りに参加した上、レコーディングエンジニアの一人に、後のペインキラー。 1990年のプロデューサー、クリス・タンガリーディスが参加している。アルバム発表後ツアーを開始。ツアー自体はとても好評であったが、ガルレコードとの契約によって、相変わらず、バンドの財政は苦しく、メンバーは、機材車で寝泊まりする状況だった。そしてついに金に困ったアラン・ムーアが脱退。同年12月、新たにメジャーレーベル、CBS レコードと契約。 メンバーはドラマ不在のまま曲作りを始める。空き家となっていた修道院を借りてリハーサルを行った。1977年1月にレコーディングを開始。CBS レコード側がヒット作のカバーを収録するよう要請され、アメリカのフォークミュージシャン、ジョーン・バイズのダイヤモンズラストをカバー。4月メジャーデビュー作となるサードアルバム。 配信のもの発表。ディープパープル、当時は解散しているのロージャー・グローバーが、プロデュース、サイモン・フィリップスが録音に参加。当初はツアーに、サイモン・フィリップスを参加させる予定であったが、彼は他のプロジェクトで忙しく断念。バンドはオーディションを行い、元アニマルズのレスビンクスを加入させる。5月にイギリスツアー、6月には初めてアメリカツアーに、 他のバンドの前座として臨んだ。オークランドコロシアムでのフェスティバル、D.O.N. ザ・グリーンでは、レッド・ツェッペリンと共演している。1978年2月、ホースアルバム、ステンド・クラスを発表。プロデューサーに、デニス・マッケイを起用したが、シングル向きにスプーキー・トゥースのカバー、Better by You, Better Than Me を追加録音。同曲のみ、ジェームス・ガスリーがプロデュースしており、 ジェームスの仕事ぶりを気に入ったバンドは自作でも彼を起用している。またこのアルバムからバンドのロゴが現在に近いものに変更されている。アルバム発表後イギリスツアーを開始。2月にロンドンのハマースミスアポロで公演。3月にはガルレコードが初期の2枚、ロッカローラと運命の翼から選曲したベストアルバムを発表した。7月初来日。 東京、名古屋、大阪で公演。日程は25日、東京、中野サンプラザ。29日、東京、芝郵便貯金ホール。31日、東京、新宿厚生年金会館。昼夜2回公演。8月3日、名古屋、名古屋市公会堂。オープニングアクトは、野獣、5日、大阪、フェスティバルホール。来日ツアーの後、 イギリスに戻り新作の制作を開始。10月、フィフスアルバム、殺人機械発表。アメリカでは1979年2月に発表され、タイトルも、ヘルベント・フォー・レザーと変更された。アメリカ版には、フリー,イートウッドマックのカバー、グリーン・マナリシが追加収録されている。アルバム発表後イギリスツアー開始。このツアーから、バンドのステージ衣装として、 レザースタットを着用するようになり、ロブ・ハルフォードはハーレーダ・ダビッドソンを乗り回すパフォーマンスを始める。重厚で引き締まったサウンドによる音楽性とツアーにおけるステージ演出に至るまで今日のヘビメタルのスタイルがある程度確立されたと言える。1979年シングルカットされた Take On The World が前衛で最高14位を記録。さらに段目のシングル イブニングスターは全英53位と大検討。芝叩く間に注目のバンドとなり、BBC の人気音楽番組、トップ・オブ・ザ・ポップスに2回出演した。2月、2度目の来日。日本側の提案でライブアルバムの録音が決定。10月にライブアルバム、インジ・イーストとして発表され、後に、海外でも9月に、アンディーシュとイン・イーストとして発された。 日程は9.10日、東京、新宿厚生年金会館、10日は、昼夜2回公演、13.14日、大阪、フェスティバルホール、15日、東京、中野サンプラザホール。ただし、ロブハルフォードは、滞在先のホテルの空調が原因で喉を痛め、ボーカルパートは後に取り直している。来日ツアーが終了後、5月まで、アメリカツアー、 その後イギリスツアーを行った。9月、レスビンクスが脱退。公認に元トラピーズのデイブ・ホーランドが加入。キスの前座としてアメリカツアーを行い、11月には AC、DC の前座としてヨーロッパツアーを行った。12月、ビートルズのリンゴスター所有のスタジオにて新作アルバムのレコーディングを開始している。1980年、年明けて、 すぐにニューアルバムのマスターテープが何者かに盗難される事件が発生する。このマスターテープはパリで録音されニューヨークでミックスダウンする矢先のでことであり CBS レコード側は犯人の要求を飲んで5万ポンド10万ベイドルを支払いテープを取り戻した。しかし2箇所の破損が発覚しその部分を再レコーディングした。なお この事件の犯人と動機は不明であるが、マネージメントの内部事情から発生したものではないか、と言われている。なぜなら、この事件と前後して、同じマネージメントのツーリストの体が再び盗難に、会う事件が起きており、偶然にしてはあまりにもタイミングが良すぎるためである。3月から、全英ツアーがスタート。前座は、この頃デビューして間もないアイアンメイデンだった。4月。 シックススアルバムブリティッシュスティール発表前年からのヘビーメタルムーブメントノイスブームに乗る形で全英チャート3位バンドの愛称であるメタルゴッドはこのアルバムに収録されている曲に由来するリビングアフターミッドナイトブレイキングザローがシングルカットされ12位まで上昇した6月からの全米ツアーが開始されると全米チャートでも34位まで上昇し バンドドは、初のゴールドディスクを獲得した。8月、イギリスのドニントンパークで行われた第1回、モンスターズ・オブ・ロックに出演。ヘッドライナーは、リッチー・ブラックモア率いるレインボー。出演中は激しい雨の中で行われたが6万人の大観衆を前に演奏した。ちなみに、この年の1月1日に2015年現在のギタリスト、リッチー・ホークナーがロンドンで誕生。 1981年、サクソンを前座に迎えて、欧米ツアーを行った後、セブンスアルバム、黄金のスペクトル発表。スペイン沿岸に近いイビザ島で、レコーディングされた。夏には、アイアンメイデンを前座につけて、アメリカツアーを行う。この頃から、ステージセットが豪華なものになっており、フロントの4人は、ワイヤレスシステムを導入したことで、ギターやマイクのコードを気にすることなく、 ステージ上を自由に動き回れるようになった。11月からは、イギリスツアー、サポートはアクセプト。年の暮れにガルレコードは、新たなベストアルバム、ヒーロー、ヒーローを発表している。1982年7月、エースアルバム、復讐の叫びを発表。前作に引き続きイビザ島で、レコーディングされたが、ミキシングに手間取り、レコーディングから7ヶ月要した。 ビデオクリップの効果もあって、全米で最高17位まで上昇。ゴールドディスクを獲得。8月に全米ツアーを開始すると、ステージセットはさらに大きなものとなったため、ツアー各地で話題となりツアーは、当初の12月から翌年3月まで延長された。その全米ツアー中に、ザフーを手掛けたビル・カービシュリーのマネージメントへ移籍し、アルバムは、 全米チャートに21週間ランクイン。バンドは初のダブルプラチナディスクを獲得。バンド最大のヒット作となった。1983年5月、ロサンゼルス郊外、サンバーナディーノで行われた US フェスティバルに出演。バンドは2日目に登場し、バンヘーレンやオジー・オズボーン、スコーピオンズ、モトリー・クルー、クワイエット・ライオットらと共に出演。 この日だけで35万人以上を動員。6月、再び、イビザ島にて新作をレコーディング。ミキシング中に、タイトルが決定。12月、2年ぶりの英国ツアーを開始。ドイツのドルトムントでのテレビ番組、ロックポップ出演。ヘッドライナーは、アイアンメイデン。1984年、ナインスアルバム、背徳の起きて発表。 発表後欧州ツアーを開始。ステージセットにはジャケットに描かれたモンスター、メタリアンが組み込まれるようになった。全米最高十八位まで上昇。最終的にプラチナディスクを獲得した。三月五ヶ月間にわたる全米ツアーを開始。九月三度目の来日。日程は六日、仙台、宮城県スポーツセンター。七日、東京、NHK ホール。 8日、名古屋、愛知県厚生年金会館、10、11日、大阪、フェスティバルホール、13日、東京、日本武道館。1982年の全米ツアーの、メンフィスアトランタでの公演を収録した初の、ライブビデオ、ライブベンジェンス82が発表。1986年、テンスアルバム、ターボ発表。シンセサイザイズドギターを多用した。 1987年、テキサス州ダラス公園を収録した、プリースト、ライブ、を発表。1988年、イレブンスアルバム、ラムイットダウン発表。1990年、アメリカリノに住んでいた少年二人が1985年に自殺を図り、一人が即死した事件に関して、少年たちの遺族から息子が自殺したのは、バンドの曲に含まれる。 サブリミナルメッセージがインとの口頭無形な理由で裁判を起こされるが、最終的にはバンド側の無罪判決となる。デイブ・ホーランド脱退。元レーサー X のスコット・トラビスが参加。12スアルバム、ペインキラー発表。1993年、2枚組ベストアルバム、メタルワークス発表。その後ボーカルのロブ・ハルフォードが、自身のソロプロジェクトをめぐり。 レーベルと契約問題でもめ、スコットと共にバンドを脱退。その後数年間ボーカリスト不在の状態が続いた。1996年に公認として、ティム・リッパー・オーウェンズが加入。ロブの公認オーディションには、元ガンマレー・レイ、ゲン、プライマルフィアのラルフ・シーパーズ、ロイヤル、ハントの D.C. クーパーも参加した。1997年、サーティーンスアルバム、 ジャギュレーター発表。ドラマーはスコットが復帰。2001年、フォーティーンスアルバム、デモリッションを発表。2003年、ロブ・ハルフォードが復帰、ティム・オーウェンズは脱退。2005年2月には、ハルフォードやハロウィンを手掛けたロイ・ゼットのプロデュースで15トンエイチアルバム、エンジェル・オブ・レトリビューションが発表され、アメリカや日本、ドイツをはじめとする欧州各国でチャートインするなど、 健在ぶりを示した。2005年5月には、日本武道館をはじめ全国7カ所にわたる来日公演を行い、その模様を収録した DVD、ライジング・イン・ザ・イーストが2005年12月に発売された。2008年、初の2枚組オリジナルアルバムである Six t e ーン s アルバム、ノストラダムスを発表。その後、世界ツアーが行われ、 9月下旬から名古屋と大阪、横浜、東京で日本公演が行われた。2009年、ブリティッシュスチールのリリース30周年を記念した再現ツアーにて来日。神戸と名古屋幕張メッセで行われるラウトパークへの参加の3公演を行った。2010年、公式ホームページで2011年に最後のワールドツアー、2015年に 結回を行うことが発表された。2011年4月20日、6月から行われる、ワールドツアー、エピタフに KK ダウニングが参加しないことが発表された。これは事実上の脱退であり、最後のツアーを前に、長きにわたって演奏されてきたグレンとのツインリードが過去のものとなった。2011年5月25日、KK ダウニングに代わり、公認として、 リッチー・フォークナーが加入。アメリカの人気オーディション番組アメリカンアイドルでお披露目。オランダ公演を行う。2012年2月、リッチー・フォークナー要する新メンバーで初来日。福岡、横浜、神戸、広島、名古屋、東京と公演を行う。2014年、セブンティーンスアルバム、食材の化身発表。 バンド史上初めて全米チャートトップ10入りした最高6位。2015年にツアー、リディマオブ・ソルズツアーを行うことを発表。日本、ブラジル、オーストラリア等での公演も決定し、ワールドツアーの終了を事実上撤回した。2018年2月、グレン・ティプトンが10年前より、パーキンソン病を患っていることを公表。2018年発売のアルバム、 ファイアパワーに伴うツアーには参加せず、代役にアンディス・ニープが参加することを発表した。サポート。ボーカルのロブ・ハル・フォードの広いお人気を活かした歌唱。特に、シャウトとグレン・ティプトンと KK ・ダウニングのツインリードギターが特徴。初期の頃は、ブリティッシュ系ハードロックとして、序章的なアプローチを胸としたが、70年代末より、 そうした湿り気を捨て硬質かつ潤化されたヘビメタルというアプローチを主流としていく。1980年のブリティッシュスティールにおいて固く乾いたリフト、泣きを刈り込んだ攻撃的なギターソロというメタルゴッドとしてのアイデンティティを確立80年代の終わりまで大きな存在感を放った。また80年代における音数の極端な簡素化やギターシンセサイザーの導入。 また、リッパーオェンズ在籍時のモダンなメタルへの接近、2枚、組コンセプトアルバムの、ノストラダムスなど、大御所らしからぬ、音楽性の模索の激しさ、いわゆる、問題作の大皿に定評がある。しかしメンバーはそれらの路線の失敗から常に、同じ音楽しか求められていないという苦悩を抱えており、それが、ロブや KK の脱退にもつながっている。後続のノイスブーム税、 プライマルフィアのような正統派、スレイヤーやアンスラックスなどのスラッシュ勢、日本のバンドでは音名座などにも絶大な影響を与えた。1970年代中期には袖や裾がひらひらした衣装やカウボーイハットを着用したりしてステージに上がっていた彼らだが、1979年のキリングマシン、国によってはヘルベント・フォー・レザーという名で発表されたお境に、 レザースタットを基調とした男らしいファッションに転向した。ステージではギターとベースの3人がフォーメーションを組み、リズムに合わせて上半身ごと楽器を振り回したり、またアンコールではロブがハーレー・ダビッドソンのバイクにまたがって登場するなど独特のパフォーマンスを繰り広げ、やがてそれは一つの様式美とされるようになった。このようなプリーストのファッションやパフォーマンスは、 多くのバンドに影響を与え、特にレザーファッションはヘビメタルという音楽そのものの象徴となった。これらの衣装はアメリカツアー中に SM ショップで売られているのを見て着想を得たという。アメリカでの成功を目論み、1980年代初頭からミュージックビデオを多数制作するが、どこかおかしな改作が多い。これらのミュージックビデオは 映像作品集、フュエル・フォー・ライフに収録されている、国内版は廃版。DVD、エレクトリック・アイで、本校で述べた PV はすべて収録され視聴可能。すべての PV が、このようなおかしなものではなく、y <You> o ベイ・ゴット・アナザー・シング・コミンや、ペインキラーは終始シリアスで、特に、ペインキラーや、バーン・イー・ウンヘルは過激で、シビアな雰囲気が表定いる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。